私は現在お顔の開運元祖鑑定士ですけれども、このお顔に興味を持ったきっかけですね、こちらをお話ししたいと思います。小さい頃からですね、アトピーで生まれてしまったんですよね。ですからもう2歳3歳もうそういう時からお肌がとってもガビガビでずっと皮膚科に住んでいる家よりも皮膚科の方が長いっていうような生活をですね長年していました。そしてもう20歳ぐらいになる時って女性はお化粧をしたいですよね。メイクとかしたり綺麗になりたいですね。その時も私はもうお肌がボロボロだったんですよ。でそしてどうしたらね自信が持てるのかなってそれをねずっといつもですね考えていたわけですね。でその中でですねある時に本屋さんで人相学の本を見つけたんです。でなんかこれだと思ったんですね。そして人相学をね紐解いてみたら自分がねお肌はもうガビガビでね仕方がなかったんですけども、その中でこの鼻は気分があるのかなとかね、ほっぺがね高いと運が良くなって、そしてみんなにね愛される、そんな運が入るのかなとかですね、人相ということがどんなにお顔とね考え方とか直結してるのかなっていうこともですねワクワク感じまして、そこから私が人相学の学び勉強に入ったわけですね。そしてですねお肌はすぐにきれいにならなかったけれども、お顔の中でこのパーツですよね、鼻とか目とかでそこの運ということを勉強しまして、でこれはね、それぞれの花はですね、例えば、丸くて丸い花っていうのはお金が回るわけですよ。そして肉厚なら肉厚なほどですね、このもう正中線のこのまっすぐね、シンボルじゃないですか、真ん中だから。だから運命が強くなるんですね。で、そういうこととか、笑い方も、あははってお笑いをしていたらば、そしたらね、笑う運って笑いの運っていうのは一番すごい運なんですよね。ですから嫌なものは全部吐き出しちゃうし、いいものがどんどん入るし、そして愛情も機運もね、ザクザク入るっていうね、そんなようなですね、ことを知って、私のお顔作りが始まったんですよ。ですから、一番のきっかけはですね、私が皮膚が弱かったという、その大変な中から、こういう素晴らしいことに巡り合ったから、今は皮膚が弱かったことをとても感謝をしております。それがきっかけです。